発見ペトルス・バルトロメオは南フランス出身の修道士、兵士。第1回十字軍のアンティオキア行為戦の際、聖、槍を発見したという逸話が残っている。彼が最初に原子を体験したのは、十字軍がアンティオキアを包囲していた1097年12月であった。ペトルスが体験した幻は、ほとんどが聖アンデレの現れるものであった。 ペトルスは後に、原始の中で、自分は、聖アンデレに連れられて、アンティオキア城内の聖ペテロ教会へと向かい、聖遺物の一つで十字架上のイエス・キリストの脇腹を、ついたという、聖、槍が見つかるであろう場所を示されたと述べている。聖アンデレはペトルスに、十字軍の指導者である諸侯に、このことを伝え、もし聖、槍が見つかったら、トゥールーズ博霊門に渡すよう教えたという。 ペトルスはこれをすぐさま、レーモンや他の諸公に伝えることはしなかった。アンティオキアが陥落する翌1098年6月までの間に、セイアンデレはペトルスの前にさらに4度現れた。アンティオキア包囲が続いていた1098年2月には、彼の目は視力を失い始めた。これは十字軍を襲った飢餓による症状と考えられるが、彼自身は、 西安ドレにより与えられた罰と考えていた。198年6月3日未明に十字軍はアンティオキア城内に押し入り、これを陥落させたが、6月9日には逆にケルボが、率いるセルジューク軍に包囲されてしまった。再び上と絶望が十字軍を襲った。この時、ペトルスは諸侯の前に進み出て、原子を見たことを主張した。諸侯の中でもレーモンは、 彼の言葉を信じ、レーモンをはじめ、年代記作者レーモンダジール、オランジェ氏教義用村は、聖ペテロ教会の地下を掘り始めた。6月14日、中から何も出ないかと思われたその時、ペトルスは自ら穴の底に降りて、土の中にあった槍の頭を見つけ出してみせた。聖槍は、こうして発見され、十字軍内に熱狂を起こし、兵士らの士気を大いに高めた。 ペトルスによれば、その夜、彼のもとを再び聖アンデレが訪れ、聖ヤリの発見を叩いて、祝日を設けるよう命じたという。神明裁判にかけられるペトルス・バルトロメオ、ギュスターブドレのンガ十字軍の中には、強硬施設ルピュイのアデマールのように、聖ヤリの発見を疑わしいと感じ、ペトルスのこともペテン師だと考える者もいた。彼らによれば、 ペトルスは単に自分が持っていた鉄のかけらを穴の底で取り出して、聖、槍を発見したと言っただけであった。しかし多くの者はこれを吉祥と捉え、ムスリムに対する勝利を神が保証したのだと考えた。6月28日には十字軍は聖、槍を先頭に城外へ出撃し、セルジューク軍と衝突して、これを撃破することに成功した。強行施設アデマールは、 好遺戦終了直後の8月にアンティオキアを襲った薬病で没死したが、ペトルスによれば、アデマールは死後にペトルスの元を訪れて生、槍が本物であることを確証しに来たという。しかしながら、レーモンを除く諸公や貴族の多くがペトルスの言うことを信じなかったため、ペトルスの評判は次第に色あせてきた。ペトルスはイエス・キリストが彼の元を訪れて、 十字軍に対し、裸足でエルサレムへ行軍するよう命じた、と主張したが、これはほとんど無視された。他に見た原子では、キリスト、聖アンデレ、アデマールラが彼のもとに現れて、十字軍の様々な罪や悪徳に対して、聖なる怒りを表したとも言う。ペトルスに対して、聖書の国に来たのだから、聖書の国らしく神明裁判を行おうという声も上がり始めた。 エルサレムへ進軍中の1099年4月8日、ペトルスは自らの真実を証明するため、火による試練を受けることになった。これは燃える板壁と板壁の間の隙間を歩くというものだった。彼が嘘をついておらず聖なるものに導かれていたとすれば、この試練を無傷でこなすことができるはずだった。しかし彼は大やけどを負う結果になった。なおも彼は火の中で キリストが現れたために、炎の中でも無傷で済んだ。しかしその後で群衆が押し寄せてきたせいで、大怪我をしたのだ、と言い続けた。しかし苦悶の末、ペトルスは4月20日に没した。レーモンの後ろ盾を受けた、ペトルスの発見した聖矢りは、十字軍内のレーモンに、対する権威を高めるものでもあった。そのペトルスが、神明裁判に破れ聖矢りも偽物だという話が、 広まると、レーモンの権威も損なわれた。しかし西欧では、ペトルスバルトロメオは真に原始を見、本物の、聖、槍を発見したという話が伝わることになった。ありがとうございます。